ちょっとこれすごいな。うん、かっこいいよ。黒に合う。今の髪型と、もうあのモード感が出てかなりかっこいいです。5つも色止めやね。うん。あれや、鍋の生命のところでこの話。そう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 でございます。よう知ってるやん。うん、で、うわ、池に映った姿が。皆さんこんにちは。今日も買いますよ。バーチーチャンネルです。バーチーチャンネルをより楽しむにはコメント欄をスライドしてプレミア公開の時にチャット欄に参加することができます。チャット欄にコメントするのはちょっと恥ずかしいっていう方はチャット欄をご覧になるだけでも楽しんでいただけると思います。ぜひご活用ください。合わせてバーチーチャンネルのチャンネル登録もどうぞお願いします。こんにちは。お久しぶりです。ちょっとただならぬ様子を察知してはい、たくさん入ってます。参りました、はい、早もん勝ちです。これすごいな。それはミナガジェッカの、うん、テーブルセンター。うん、テーブルセンターなんだ。そうそう、人間国宝ですよ、染めの。まあ、テーブルセンターはあんまり興味ないけど、うん、帯が直せたら一番ええんやけどな。じゃあね、皆川月下さんは京都生まれの染色家、祇園祭りの鉾の彩色なども担当されていたそうです。こういうみんな結構そうしはるよね。そうそう、お太鼓のところに。まあ、あの仕立て屋さんやってくれると思うで、こんだけの変わってる。こんだけのすごっ。こいつはちょっとすごっ。これやろ、やっぱり。あ、エデンのそのへえ、うん、すごいね。でもこれやったらお太鼓向きがあれやし。そうやね、うまいことどういうふうにしてはるか、うん、ここを太鼓にするとかな。あ、なるほどな。うん、ほんで前をこうつないでもうたら、すごいね。この月下の落款があるとことかな。あ、うん、さあな、これはちょっと切れへんな。うん、しかし前をこの鳥の部分でやったらいいんじゃん。うん、すごい。これは5,800円。うん、1枚激安やん。激安やで、こうとこ全部。いや、いらんけどいや、でもこれものすごい面白いな。サルソンサル面白いけどね。面白いな、これ帯にしたら、うん、ぜひ面白いと思う。これはすごいと思うわ。サル、これはちょっと難しいけどな。あ、そう。でもイノシシ年の人いいんちゃう。まあな、うん、うん、うまいことやるやん。うん、うん、ここにっかって入ってるし、うん、うまいな。よいしょ。あ、もうな、必死すぎてな、全然気づいてないことに。よし、行こうか。じゃもうこっからでいい。うん、よし、これが僕のおすすめ、うん、ロチリーメンの、無双の羽織、うん、で、シャアが大体みんな多いと思うんやけど、ロチリはなかなか出ないです、うん、あ、そう。ほんで図柄は一条戻り橋の鬼女退治ね、うんうんうん、ここ、うわ、あれやん、鍋の生命のところでこの話。そう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 でございます。よう知ってるやん。うん、で、うわ、池に映った姿が、そう、これが本来の姿。なんでこれが化けたはねんな。そう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 。うわ、恐ろしい。すごいやな、うん。すごい図柄ですよね。本来これ今裏向けてるけども、うんうん、本来はとか、こういうことです。ちょっと透かしてね、うん、よいしょ、ちょっと照明があれやけども、うん、いや結構透けてた。見える？ああ、なるほど。こういうものです。これでも中に着物着たら、うん、もっと柄が見える。透けるな。もうしっかり見えるよ。うわ、すごい。しっかり見えます。めちゃくちゃかっこいいですよ。すごい、うん、そういうことなんだ。こういうことです。うん、私この柄が外側にある、うん、羽織なんやと思ってる。違います。無双はね、こうやって中に贅沢な 2枚がさらに作られてる。無双な、私も持ってんねんけど、うん、シャアちゃいます。シャアやねん。だいたいシャアです。そうなんや。ロチリはいいよ。ロチリいいよね、うん、ロチリ長く着れるしね、うん、なかなか出ないです。これでもこのロチリしっかりしてて、うん、強い。強いですよ、うん、アンティークやけども状態は抜群です、うん、たまに
ちょっとふわふわしてて、ちょっとまあ繊細でいいんやけど、怖いなと思う時あるけど、これすごいしっかりしてる。いいですよ、早いもん勝ちです。丈は90ぐらいかな。よいしょ、これはすごいわ。これ早いもん勝ち。そやね、問い合わせてインスタいくらって言って、でもその時ちょっと意味が分かってへんかったから、そう、あ、分かったわ。あ、すっごいおしゃれやね、これ。かっこいい、うん、かっこいい。うん、ぜひ、ちょっと夏のお値段言える？お問い合わせ値段一応、うん、問い合わせやけども、うんうん、一応10万で、うん、うんうん、10万です。早いもん勝ちです。すごいわ、これは早いもん勝ちやな。うん、問い合わせください。探してあるもんじゃないもんな。で、オンライン決済とかもできるんで、うんうんうん、例えばインスタグラム、メール、うんうん、クレジットカードの面決済、お振り込み、もう送料税込みなんで、うん、それありがたい。安いと思います、この10万は。ありがたい。うん、ほんで他には、他いろいろ入ってんで。すごいな、なんかどんなんない。いやー、もうざーっと見せてくれたら、気になるのは止めるし、これはまあ明治のあれやな。うわー、すごい着物。うん、ほんでこの辺も、明治大正の、これ婚礼のやつ。これは違う、着物。ちょっと柄だけ見せてほしいな、うん、これはまあ、うわー、この柄でいい。うん、こんなもんやな。あー、ほんと、うん、こういう言葉にならんわ。綺麗やね、美しいよね。綺麗やね、美しい色。うん、ありがとう。それでこれぐらい、うんうん、で、上がってたと思うけど、龍、これさやし、まあ、上っ張りみたいな感じやね。上っ張り、うん、帯にしてもいいけど。あ、なるほどな。うん、ちりめんの。すごいよな。この間、うちとこの一番小さな可愛いお客さんが、うん、あー、ドラゴンちゃん、これ、うん、背負ったはったな。リンちゃんがこれ来て表がこうなってるってこと。そう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 、そっちにしてくれたら分かるわ、意味が。あ、これな、こうなってんねんな。そうそう、うん、まあ、ベストみたいな形やな。そう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 。でも僕は帯仕立てがおすすめかな、うん、なるほどな、うん、もうみんなこだわりがある人はもう自分でな、作ったらいいやん。あと江戸縮の、そうそう、江戸縮麺の、うん、お襦袢、この図柄もええよ。これ多分、まあ、手書き友禅やし、まあ、かなり良い。あ、鶴さん？鶴。こっち前な、こっち後ろ。うん。で、3つの生地から作られてるわ。ここと、ここと、あと中がまた違うの、鹿とか。鹿がいたんちゃうかな。うん、これも面白い。いい江戸チリですよ。江戸チリだとしっかり引けもないし、状態いいんで。これもおすすめ。江戸切りってもうあれやんな、貴重やんな。そうやね、ほんでどうしてもこう状態がいいので残ってるの。残ってないね。うん、いやー、この雪が積もってるところの柄一番好き。綺麗やね。うん、美しいです。まあちらっとこう見せる、うんうんうん、着用やとね。あとこれも別に帯にもできる、何でも仕立て替えもできるし、これもうちりめんのライオン、うん、うん、うわ、パンチあんで、これいったら、これすごい。いや、うちのあんまりな、パンチあんで脱いだらすごいのよみたいな。なんかでもパワー出そうやな。うん、脱いだら強いぜみたいな。うわ、こういうすごい、ちょっとあんま近くで見てもわからんぐらいすごいわ。うん、うわ、すごい、これパンチあるな。へえ、うん、男もんの襦袢やね、男性やね。うわ、かっこいい。これも帯にできるで。そうなん。うん、ちょっと図柄大きいけど、持っていき方で、うん、うまいことしてもらったな。これ畳んで、みんな、なるほどな、うん、こういうのよく襦袢から、そうそう、とか羽裏から帯しましたとか。あれも羽織もできるし、あとこれも羽織、うん、羽織作れるやろ。うん、できんかな。できると思うね。あ、これ、これも可愛い。うん、いいチリメン。これ好きや、一番安心やわ。いや、ちょっとすごすぎてな。よいしょ。あ、これ安心。これ可愛いよね。可愛い。チリメンの襦袢はほんまにあったかいし、うん、着物と一体化する、うん。体と着物と。うん。いや、この柄可愛い。可愛いよね。ちょっとちっちゃめやな、これ。うん。丈がな。そうやね。へー。あ、これはなんか、そうやな。ちりめんやの、うん、これも帯にできるけど、うん、うん、これも持ってこいやと思うね、帯に。あ、この柄
みんな好きなんちゃうかな。いやさっきのやつとかすごい勢いやからパンちゃんほんまにもう好きな人にガツンとくる感じかなと思って、ね、コレクターズアイテムやね、うんうん、これも緑綺麗やし綺麗綺麗、うん、この紫と緑と水色がものすごく効いてる。いいと思います。すごいな。で夏の、まあ、この辺もそうなんやけど全部、うん、で面白がらね、8点ほど、うん、帯直してます今、うん、こういったあの帯に向くやつ、うん、あのアールデコであったりとか、うん、そういうのは出来上がり楽しみにしててください、うん、3月の 20日には上がります。宣伝入りました。うまいこと、京都アンティークフェアに間に合うように8点ほど、うん、かなり、スペシャル夏柄の面白柄の帯を作ってます。それは名古屋帯？名古屋帯にします全部。はい。そうなんや。そしてこういったものからね、これもこれは入れやさかいちょっと作れんことはないんだけど、ただちょっとモスやさかいに状態もあるやし、面白いんやけどね。図柄は、うん。もうちょっとな地味な色やね。今ちょっとはっきり写ってるけど。うん。可愛いっすよ。うん。うん。可愛いね。そしてこういうこれ戦争とか。うん。これも悩んだんけどこれちょっとやめといた、うんうんうん、ちょっとな私まだ戦争柄とかな、そうやね、ドクロとかな、うん、あシャレ神戸とかはな、うん、ちょっとなまだ な, あんなこれ子供の、うん、あこれもちょっと鮮やかな色で映ってるけど、そうそう、もうちょっと落ち着いたロチリの冬の長いロチリ面、まあ、色止めなんやけども、そうなん、ただ洋場なんやね、いいやん、そうやで、ほんで嘘つきの嘘でもついてて、いいよ、ほらロチリついてるやろ、いいよロチリやで、ほんで嘘つき嘘でもほら見て可愛い、で図柄がええねん、洋花やねん、こういう、よいしょちょっと見せようか、これおしゃれやで、ほんで丈もしっかりあるし、ねこういう図柄やね。あ素敵ね。うん、綺麗やね。ほら。もうちょっと白いとこがもうちょっと、あ、うん、今この前やったらほぼ一緒かな。うん。これ綺麗やと思う。うん。状態もええし。あ、ちょっとあるけどね。うん。アンティーク着物ももうちょっと入ってたんやけど売れちゃってんの。あ、そう。うん。はあ、ちょっとロチリは気になる。これ美しいよ、ヨーバナ好きには。で、おすすめがこの羽裏、うん、これちょっと置いといて、置いとくか、後でちょっと羽織りたい、羽織るだけやで、羽織るだけやで、これ競馬、これ男性の羽裏、これまた上がっていくけど、これも帯にしてもええし、もちろんそのまんま着てもええし、え男性の羽織、羽織の裏、うん、もうこのまま使うといいやん、そんなん潰さんといて、あの男性、うん、女性でもまあええけども、うん、あの一回 NHK で僕はうんうん、昔ね、うん、あの出た時にこういうのを、うん、ちょっと持っていったけど、裏まさりっていうやつですね、裏まさり、裏まさり、裏がかっこいいってこと、そう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 、これもこれ、うん、これもめちゃくちゃ可愛い、いや面白い、うん、かわいい、これ可愛いよ、犬好きの人には、うん、かわいい、もうこのまま女の人が着たらいいやん、着れるよで、これもちょっとこれ面白いね、憧れやね、銀座へのこう日の字と切手がなんで一緒になってるのか分からへんけど、名古屋切手、チケットやね、切符やね、反対向け書いてある、そうサロン彼女銀座サロン彼女横浜横浜へ、まあ、これが1930年代な、面白いな、うん、こういうのも、まあ、このままでもいいけども上にしてもいいと思うし、うまあちょっとしばらく羽織ってほんまに羽織ってかったらもうな、そう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 、これもいいと思う、うん、こういうあのパラシュートとか飛行機とか、こういう摩天楼的なあれやね、好きな人にはたまらない、そう、これはもう面、こっちはほんでこっちは大島紬で、うん、こっちは目、さっきは絹やったな、さっきのこれも、いやそんないっぱい広げてくれてありがとう、うん、これも面白かった、これもええよ、いろんなレースやな、うん、こういう車とか木馬やね、木馬かおもちゃやね、うん、うん、
いやこれまだお値段ついてへんかもしれんけど、だいたいいくらぐらいとか、1万5千円からと思っといて、うんうん、からから分かった分かった、うん、でからとか状態によってもそうそうそう、あと素材と、まあ、でもうんさあな、素材によってな、うん、ただでもタコでも、うん、3万まで、うん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 、これ可愛いけどな、可愛いな、僕好きやけどな、うん、おしゃれやと思うけど、うん、うん、そうそう、あと黒の振袖とか、あ、うん、ちょっと黒の振袖これはあれやで、柄が少ない、まあ動画背中がない、うん、黒紋付きオリジナルやで、うん、こういうお袖と、うん、まあ前っていうかだけやね、うん、だから帯がバーンって入るタイプの、うん、うわ綺麗、かっこいいけどね、美しいけどね、こういうの好きな人も、え、黒黒地黒とめ袖、うん、フリ袖、黒フリ袖、うん、黒フリ、うん、綺麗よ、うん、この黒がいいよね、こういうこの黒が、墨黒が、この墨黒が美しい、刺繍がところどころ入ってて、もちろんこちらも八掛とも八掛、これもそんな高くないっすよ、ちょっとじゃあ後で貼ってみようかな、中もオリジナルのまま、あ、そう、うわ、うん、すごい、うわすごい、これええんちゃう、ちょっと置いといて後で羽織るし、うん、全部工程買えるもん全部工程ちょうだい、これとロチリアね、後で羽織ろう、よし、これほなちょっと分かれちゃう、うん、はい、そしてこの度日頃の活動を見つけていただき、東京着物ショーのオフィシャルサポーターに選んでいただきました。全国の着物関係のお店さんが東京にギュッと集まる、こんなに一気に商品を見られる機会って本当に貴重ですよね。イベント中はこの辺り一帯が着物姿の方でいっぱいになるそうです。イメージしただけでワクワクします。これがな、どうなってんやろうと思って、見て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 、手に取って値段すぐチェックした、重っ、もう像で、彩色像で、めちゃくちゃ細かいやろ、これはすごいよ、本当は花畑やね、かけもないわ、ない1個ぐらいかけてたらさあね、後ろもどうなってんやろうと思って確認しましたわよ、いいですよ、オンラインショップでアンティークの芝居の材質ですね、うん、ようできてる、うわかわいい、これなんか大きさわからない、なんか結構、まあ何センチって書いてあったもんな、そうそう、指あ、この貴水晶のこれと比べたらこれちっちゃいもん、あ、そうか、なんかないかな、なんか10円玉とか、10円玉持ってきてレジから100円とか500円とか、うん、これも芝山やけどね、こっちは別個、あ、これ結構これも大きいな、大きいです、かわいいな、うん、10円と比べようか、はい、まあ何センチって書いてあるから、そう、これ10円玉です、こんな大きさよ、すごいわ、こんだけ詰まってるのはなかなか、ね、結構ずっしりしてたわ、はい、うん、うわ美しい、この輝き、お花畑はね、本当に、うん、ありがとうございます、これにする、これあった、これこのどれオレンジ、あのサンゴのやつ、いや見てへんと思うで、この辺とかも見てへんし、うんうん、あ、これがあれで見たよ、インスタで、うん、これはまだ見てへんの、これ上がってると思うで、うん、いろいろ見かしてます、これも綺麗、バーチさんこれ綺麗、この髪留め、この間アップしたとこなんやけど、これあー見た見た、これめちゃくちゃ綺麗見たけど、でもやっぱちょっと写真と印象ちゃうな、うん、うん、別光に、ま、マキエとラデン、そう、別光にマキエとラデン、うん、なるほど、うまいこと、難しいやろと思うな、うん、あ、でもこれで今ちょっとキラリリンとしてる、分かった、うん、アールムーブだね、うん、これおしゃれやと思う、そうなんや、なんやかんや、なんやかんやでな、ありますよ、ありますね、うん、あとちょっと気になったのがね、うん、これこれ何豚骨って、タバコ入れ、豚
骨？うん、ここに、これは木彫やけども、これは根付けやけども、うんうん、この根付けもいいよ。うん、ここがな、また銀とかやったらまた面白いんやけど、うんうんうん、ここにタバコの、を入れて。面白い。そう、まあ別にあの、タバコじゃなくてもね、うん、何しはってもいいと思うし。うん、根付けってこと、これ、ここを、ここ、こう。こう、瓶に挟むってこと？そうそう、こうして。で、こっち側を垂らすと、うんうんうん、このひょうたんええよこれすごいなこれいいいいし、うん、すごいなえ重さがちょっとあまあまあ重いな、うんまあ、男の人のうわすごそうそう男の人のもんやからな、うん、女性そっかだから帯のところに突っ込んでそうそうこういうあの後ろとかにこういうことちょっと斜め後ろとかになそう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 こうどこでもねこう、うん、そうなんやうわこれすごちょっと女性やと目持ち言うてもうちょいちっちゃい、うんまあ、こういう木彫は少ないけど、うん、女性の場合はこれすごいよ買っとくどうすんねん後ろもこんな、まあ、手彫りやしなすっごあお花なんこれもまだアップしてないですよ、はい、うん、うんちょっとそんな余裕ないわ、ね、今思われたあれでいいっすや、うん、うん、かっこいいよ黒似合う今の髪型ともうあのモード感が出てかなりかっこいいです焼けもないんで、うん、おすすめ後ろ柄がほとんどないです帯がバチッとこう生えてきますうんありがとう、はい、3つもってことやねあえ5つも5つも色止めやねうん、もんまあ染めて消せんことはないけど、うん、いや消さなくていいけど、うん、でも5つもんやったらちょっとまあ普段に着るけど普段っていうかちょっとお出かけの時そうやなアンティークやしまあ気にしないで、うん、崖のとこがすごい美しいちょっとアップでいこうか、うん、ちょっと前をこれはうんロチリメンのなこうやってそうそういい青ですようわ、うん、これは綺麗なぜひ来てあげてくださいありがとうございますはいはいどうぞ、はい、これ、未使用デッドストックのねほどいてますあの中の確認とか前柄とか確認せなあかんからそうそうほどいたけどほどいてますほんで、うん、そういう形作ってますけどえ前はどこにいた前これないねんあここないことないねあったあった、うん、これも手刺繍のいいアンティークの帯ですね。いいうん、こんだけ全面黒ジュスってもうあんまりそうやね出てこへんね。ないよねこの状態のやつないよね。うん、ほんでこういうやつやね、うん。こちらは清少堂さんのオンラインショップにも載っていました。あとの2点は YouTube に特別に先にご紹介していただきました。でこれもそう。これもこれなシックで結構なうちのフォロワーさんでな好きそうな人いはるぜひぜひよろしくこれタレの部分はこれあで前がこれです、うん、これは使ったはるなちょっとこれ使ったはる、うんうん、でもたまに黒ジュースってミシミシって言う時あるやん状態全部いいです大丈夫、うん、これもほぼ未使用に近いです故郷の図ですね全部全部刺繍これ状態これは僕はおすすめあと前前がこれで す, すマガタマすごいわこれ可愛い、うんうん、このこれが私気に入ったわ、うん、これも全部刺繍やね、うん、いやこう素敵やけどなこれが何ポイントで効いてると思う、うん、そうやねこれだけじゃなく、うん、これがねな、うん、うわいいと思いますえこれ黒ジュスやけどこう呪文が入ってるの、ね、そうこれ黒シュスのシュスジやねシュスジに呪文やね、うん、しっかりしてるやろうん、つこたらへんのちゃうかしっかりしてる芯は重くはないけど、うん、結構しっかりしたのが入ってるこれかわいいよ大好きやね、うん、一押し、うん、大好きだ、うん、ほんで太鼓の図柄もね故郷図でいいし、うんうん、これはこれはあこれはちょっと柔らかくて入ってるか入ってへんかわからんような芯が入ってる、うんで、こっちはあこれ結構なんか繊細そうこれは
まあまあ入ってる、太い。でも重くはない。そんなめちゃくちゃ重くは、うん、あ、ちょっと重いかな。これは軽い。それ軽いね。これは重いけどそんな嫌な重さじゃない。うん。どんな、でも一番重いのこれかな。これとこれが同じぐらいで、これが一番軽いかな。うん、これも綺麗やね。うん。うん、あ、素敵。3つ並んだら綺麗わ。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれを中は変けどな。もうすごいなあ言ってたら、これ無双の仕立てだけでも安くて6万からです。うん、6万から。そら。ゆうこさん大分でね。そうやな。うん。難しいです。この柄やろ。後ろ向けましょうか。いやもういい、もういい、もういい、分かってる。これ裏やしね。うん。うん。そうか。そして2枚重ねになってる。うん。それで10万やろ。10万安い。安いわ。うん。誰か買うてできたら知ってる人に買ってほしい。ね。うん。めちゃくちゃ迷いました。見に行っただけやったのに。羽織もね。ロチリメの羽織もね。よかったんですけどね。なんかこの、黒フーディ袖を買ってしまいました。状態がすごく良かったのと、あとはあんまりギラギラキラキラしてない、このアンティークの品のいいこの色合いがすごい惚れてしまいました。でも振り袖やから、ちょっと振り袖できるのは私はうーんと思うので、黒留め袖にやり替えてもらうか、なんか訪問着にもできるって聞いたんですけど、訪問着にできるってどういうことなのかな、ちょっとよくわからないんですが、ちょっと直してもらおうと思っています。この木のちょんちょんちょんって白で書いてある、なんかこれがすごい可愛い雰囲気で、メルヘンチックな和風なぼかしも綺麗で、内側のもみの状態も最高やし、素敵です。皆様いかがでしょうか。もし思うことがあったら、わーわーキャーキャーコメント欄、チャット欄で楽しんでいただけたらと思います。何か気がつかれたポイントがあったら、ぜひ教えてください。柳に橋かな。橘も大好き。やっちまいましたが、着るかしら。黒の振り袖では着ないし、黒留め袖にして、それか訪問着にしたら着れるかな。東京着物ショーに着ていてもいいかなとも思ったんですが、今回は別のお着物にして、また別の機会で着れたらいいなと思っています。前の日にもちょこちょこやらかしてるよね。春用の羽織、そして大物が、はい、パッカーン。あ、どうな、似合うかな。ちょっとスペシャルですよ。いや全然全然もう、いやせっかく作るんやったらな、よそで売ってへんようなものの方がいいかなと思って。だってせっかくやし、
覚悟が過ぎますって、うん、毎回思うがスペシャルばっかり。じゃ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 ーん、どーん、うわー、これわかるかな、わかるかな、よかった。今日はここまでみんなブーブー文句言ってるの聞こえるわ。まずはこれを着て富士工房さんにお礼を言いに行くので、その時の動画を楽しみにしていてください。とっても可愛いコーデを思いつきました。そしてこちらは須作さんで見つけた可愛い帯、いただき物の雨ゴートでお天気の悪い日もへっちゃら。東京着物ショーもいよいよ1ヶ月を切ってベホ読み段階。東京着物ショーを楽しむための作戦会議は月曜日夜8時30分の YouTube ライブでやっています。それでは次の動画と東京着物ショーでお会いしましょう。バイバーイ。いいねとコメント、チャンネル登録もお願いします。